はい、どうも皆さんこんにちは、ミザでーす。ということで今回は4月1日エイプリルフールという側面こそあれど、グランブルーファンタジーの1日月始めといえば、そうこれからのグランブルーファンタジーということで、はい、まあ今月の展望だよね。とりあえず今月こういう風にしていく予定ですよっていう日程表をですね、これからのグランブルーファンタジーという形でグランブルーは出してるんで、ちょっとこちらの方見ていきたいなという風に思っております。まあ今回の情報で言うと古戦場とかじゃないですか。まあ、あの古戦場が あるんで、まあ、そこら辺について、あ、限界超越のアイテムが古戦場に追加されるじゃないですか。なんで、まあ、限界超越に必要なアイテムが古戦場に来ます。じゃあその古戦場のなんか詳細とか、まあ、あと古戦場の HP が2100万から2200万に上昇するっていうデータというか、まあ、情報が公開されたんですけれども、まあ、そこら辺についての詳細についてとか、まあ、そういうところとかが、まあ、出てくるんじゃないかなと思っております。見ていきましょう。これぐらー、皆様こんにちは、プロデューサーの木村です。穏やかな春の日差しを感じる季節となり、東京ではコートがいらない陽気の、そうなの、俺まだコートつけっぱだわ。いいね。さて応援してくださる菊池の皆様のおかげで、グラブラ3月10日に7周年を迎え、今年もさまざまなアップデートを行ってまいりました。今月もユニークなコラボイベントをはじめ、さまざまなアップデート、あ、そうか、弾けイベントがあったのか、弾けてるイベント開催中ですね。さまざまなアップデートをご用意しておりますので、楽しみにお待ちください。それでは今月のアップデート予定をご紹介いたします。エイプリルフールイベント開催中、4月1日0時よりエイプリルフールコラボイベント、ボボボボボボボ奥義外転全空弾け祭りを開催しております。あの弾けリストたちが空の世界に参戦中というイベントに参加することで、エッセンスや光属性ボボボボボボボが仲間になります。主役の座を失いたくないオイラを倒すことで獲得できるトレジャー、異次元の闇を交換することでボボボボボボのスキンを入手することができます。獲得できるスキンは以下の5種類ですということで、もう5個も追加されちゃってね、優遇キャラですわ。見た目は特に変わりませんということでね、また主役の座を失いたくないオーラを倒すことで獲得できるトレジャー、異次元の闇を交換することでイベント限定武器ドンパッチソードを入手することができますと。これあれかな、月曜日だけ強くなるらしい。そう、月曜日だけ強くなる武器なんだけど、まあそれで言うとプレミアムフライデー金曜日だけ強くなる銃が、存在してたんですが、まあドンパチソードが月曜日のみ強くなるということで、まあワンチャン古戦場で使うってこともあるかもしれないですよね。まあちょっとこれは楽しみにしておきたい所存。イベント報酬にはこれまで登場した報酬スキン、カタリナさん、フェリちゃん、ジンさん、ロゼッタさん、鎖とカペトランスロット、ソリオストロ、ブッコロコロポンマン、バトルザルリア、ジー君、モニカモナカ、ヤンチャ怪獣、ロボミカイ、砂漠戦仕様のスキンと武器 DB に加え、今回追加されたスキンディアンサイファー、ドローンスピナーのスキンを入手できますということで、エイプリルフールイベントもこんなに伸びてたか。スキンすごいね、スキンこんないっぱいあったんだね。俺はもう結局今回追加されたディアンサイファーとドローンスピナーだけだったけど、もう今からグラブル始めましたよという人はもうここら辺がすごいんだな。まあ DB は取っておきたいかもしれないねっていうのはちょっと言った気がするということで、また昨年のエイプリルフールで実施した難度ダークネスが今回も登場いたします。過去ランキングは実施いたしませんということで、前はねなんかターンごとダメージみたいなそのランキングがあったんですが、ランキングなくなっちゃいましたね。で、あ、来た、決戦星の古戦場、4月7日より決戦星の古戦場を開催いたします。7日だって、早、あと1週間後じゃん。今回の敵の属性は火属性となります。水属性の編成を強化してイベント開催お待ちください。前回からの変更点は、勲章交換へのトレジャー追加やボス HP の変更などをいたしますと。ああ、なるほど、勲章交換へのトレジャー追加、ボス HP の変更、詳しくはこれぐら7周年特別号をご確認ください。うん、で、ビストロフェイドラッヘ復刻開催来た。これあれじゃねえ、あの箱の中に宝鐘石が入ってて、でなんかこうめちゃくちゃやってる人が箱300箱掘って宝鐘石9万円分取ったみたいな、なんかすごいイベントだった記憶がある。うん、そうですよね。いやまあでもなかなか気力がいる作業だったと思うんで、俺このイベント中でも箱全然掘れなかったから9万円し取れたのすごいと思いますね。でサイドストーリー、どうして空は青いのかパート3が追加されますと。うん、ほうほうほう、エクストラストーリー、神の試練をクリアすることで無くなる竜の武器と交換することができる預言者の腕輪が入手できます。前回開催時預言者の腕輪を入手している場合は代わりに宝鐘石50個を報酬として入手できますと。サンダルフォン強いからいいよね。うん、
初心者が嬉しいようなキャラクターだと思います。で、天井征伐戦この見た目で笑えるからな、あのクロートは、グラブルクロートはこの見た目で笑えるんですよね。どういうことかっていうと、黄金の騎士ね、手首がめちゃくちゃ柔らかいんですよね。この黄金の騎士攻撃方法がね、この手首グルンみたいな、意味不明なんだよな。攻撃を行うブーン、この手首の回転をしなりを利用した圧倒的な遠心力の円の攻撃を繰り出してくれてる黄金の騎士なんですけど、まあこちらの方、土属性の黄金の騎士ね、うん。天井征伐戦第5弾はランク151以上かつメインクエスト105章クリアすることで挑戦可能と。黄金の騎士か、うんうんうん。あと残ってるのは闇有利とかかな。ブレイブグラウンド開催、起きた。4月23よりブレイブグラウンド、敵の属性は闇属性となります。光のイベントキャラクターを強化してイベントをお待ちください。今回の開催では新たなイベント限定報酬として SS レア武器10ビスマルクが追加されます。闇の10ね、闇属性の編成を強化する機会ですので、ぜひ お見逃しなくと、うん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 。ソシエ、これはあれだね、グラブルのあの TV チャンネルの方で出てたやつですね、うん。画像は出てたんですが、ソシエ9日だか10日だかのインターバル、古戦場のインターバル中に出現するらしいので、まあちょっともうすでに追撃持ちなので、ちょっとなんかワンチャンある可能性のキャラクターだから、まあちょっと水属性ってことで古戦場中にレベル100にする必要があるかもしれません。で、限界超越10点集フンフシフのシスの最終上限解放が限界超越が可能となります。先行してシスのイラストを公開、うん。ということでね、シスか、いつ来るんだろうね、古戦場中に来るんですかね。本アップデートから今月限界超越が可能になるフンフシスに加えて、第1弾第2弾のウーノソーンサラサカトルを含めた計6名の限界超越がレベル130まで解放可能となります。レベル120、130の解放条件を満たすためにはそれぞれ多くの素材が必要となります。多くの素材了解。7周年特別号でもご紹介したレベル130に必要なトレジャーの一つ、壁霊の証についてはトーンアップデートに先行して4月7日開始の決戦星の古戦場にて勲章300個で交換できるトレジャーとして追加されますと、うんうんうん。勲章300個古戦場ね。壁霊の証については古戦場での取得以外の入手方法はございません、うん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 。なお勲章交換の在庫は古戦場開催ごとの、おお、1日1個なんだ、1開催1個なんだね、はい。ってことは古戦場10開催でやっと10人なんだ、足並み揃うねってなると、まあ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 、そういうこともあらな、まあ割と好きなキャラクターを限界超越していってねみたいな、俺ワンチャンウーノやるかもしんないな、ワンチャンできるんだったら、まあ、素材とかにもよるけど、まあ、カトルなんか古戦場中に来たらさ、カトルみんなやりそうじゃん、だからウーノやるかもしんない、裏を書いて裏を書いてウーノの限界超越するかもしんないな、まあ限界超越の時期による。でその他のアップデート、スカイスコープ、先月のアップデート実装したスカイスコープにマンスリーミッションが追加されます。リヴァイアサンマグナ100回討伐で、おー、ワムデュスナイダリア嬉しくないね、ワムデュスナイダリア100回討伐したらナイダリア1本獲得、なんか結構さ欲しがってる人が多かった気がする、ワムデュスナイダリアについては。だから、これで100回討伐だけで1本もらえるっていうのはクソ嬉しいですね。まあワムデュス頑張りましょう。お、来た、ショップのラインナップ調整、4月9日生放送にて予告していたショップのラインナップ調整、なんかこの流れだと4月9日に限界超越来るっぽいな、ね、4月9日に限界超越のラインナップ調整実施しますみたいな感じじゃない？あ、限界超越なんか実装されそうな予感がする、お前からはいつだって予感がする、虎取り、うん。詳しくはこれからのグランブルファンタジー7周年特別号をご確認くださいと。いやあああの俺はこれはマジで晩年言うとるんですけど、あの船と炉を変えるのが良くない機能であると、グランブルーファンタジーの良くない機能であると。もう光と闇の菊手が追加されますと、光の菊手はブニール、闇の菊手はスバットですと、既存の菊手と同じように購入でき属性の攻撃力が上昇しますと、
嘘だと信じさせてほしかった感じですけど、まあ、正直、まあ、船と炉をいちいち入れ替えるっていう手間で、まあ、火力が変わるじゃないですか、攻撃力変わっちゃうから、まあ、そのあたりでこう船を入れ替えたりとかで、まあ、団長に船変えてくださいっていうほどでもないから、それだったら自分の船を作ってなんかソロ戦に都合よく乗っかるみたいな感じになってるから、今古戦場グラブルって、まあ、なんかこう上の方だったら古戦場終わったら船抜けるんですよ。その自分の船と炉で都合のいいやつにしたいから抜けて、まあ、個人戦みたいなの乗ってるんですよね。だからまあちょっとめんどくさいから、俺そういうのめんどくさくてやってないですよね。だからまあちょっとレインボーの船とレインボーの炉を実装して、まあ、ここら辺の船機能みたいなやつを消してほしいなっていう話をしたんですけど、まさか増やしてくるとはな。まあまあまあ、でもステップ踏む可能性もあるから、ここからまあアブニールとスバット、この光と闇ね、行くよスバットガブみたいな、 CV 過ぎたトンカズみたいな、もうここら辺終わった後に全ての船を超越するレインボーグランサイファーが来るから、そうグランサイファー 全属性のねあれが来る可能性があるんで、まだ信じよう。そうまだあれグラン、あれ風属性ってグランサイファーだったっけ船の名前、まあ、もしかしたらなんかこう全ての上位戦があるかもしれないんで、ちょっと僕はそっちにかけたいと思います。よろしくお願いします。レインボー船レインボーロ頼ます。マルチバトルロビーの募集ランク拡張、ね、募集ランクをランク200以上までで拡張します。このアップデートは4月下旬を予定しておりますと、今後の武器や編成におけるアップデートについてディレクターレターなどで告知しておりました。編成画面における各種機能の回収に向けて以下のように段階的な調整を行っていく予定です。一部武器のいわゆる枠の統一をはじめとした見直し、多種多様な武器が追加されてきたことから武器スキルの計算方法、編成の考え方が難しくなってきていると考えています。難しさを解消するため以下で説明する技巧のバランス調整をはじめとした見直しを予定しております。技巧、基礎的な通常工人と応人工人が乗算関係になるといった、わしとお前の力は上下関係にあるといった部分を変更することはございません。武器スキル技巧のバランス調整、武器スキル技巧においてクリティカル発生率の抽選方法を以下のように変更することを検討しております。従来は技巧、法人技巧といった種類の異なる武器スキルにおいて種類ごとにクリティカル発生率を加算、クリティカルの抽選は種類の数だけ行う、クリティカルの発生ダメージ倍率は 50%× 当選した回数、そうやんな。まあこれはまあこれは法人もともとの通常技巧の仕様ではあったんですよね。まあ枠が技巧枠が複数個あって、まあ、そこで計算と。変更後はグレンの技巧、起源法人という種類の異なる武器スキルにおいてもクリティカル発生率を全て加算。武器スキルオンリーか。これ武器スキルで書いてるか。キャラクターのクリティカル率とかあったらちょっとなんかまた話変わるなと思ったけど、キャラのクリ率は別っぽいな。まあ、武器の技巧ってことか。ってなるとまあワムデュスナイダリアの調整かな。ぶっちゃけこの現状で言うと。ワムデュスナイダリアの調整とか、まあ、クリティカル率 95% ですみたいな時にオールドエッケザックス1本みたいな。アグニス編成で技巧率 95%、96% です。あと1本だけみたいな時に、オールドエッケザックスで法人工人稼いで、排水稼ぎながら技巧確定みたいな。まあそういう感じになるかもしれないですね。うん。クリティカル発生時のダメージは武器スキルの数にかかわらず一律 50%。うん。まあでもさっき言ったんだけど、ワムデュスナイダリアが、ほぼほぼバルナ以外で使いづらいと。バルナ編成メインになってるけど、まあワムデュスナイダリアをマグナ編成でも使えるような形に落とし込むのであれば、こういう形になるんじゃないですか。となると、多分俺はワムデュスナイダリア調整の主に狙ったんじゃないかなと思うんですけど。武器スキルの効果量可視化。現在の編成がどの程度の強さなのか分かる指標として予測ダメージがありますが、現状の表示では最大 HP、クリ率、連撃、ダメ上限といったステータスが見えない。どうしたらここから強くなれるのかが分かりにくくなっていると考えています。一部武器スキルの効果量の可視化および編成の各ステータスの効果量の可視化を予定しております。確かにさ、グラブルでさ、基礎 HP、基礎攻撃力、戦力、これいらんわな。何これだよね。正直結果的に HP がどれほどになるのかっていうのを見ずにさ、基礎 HP ポンみたいな、やられてもっていう、そんなそう言われりゃそうや、
うん、あれいらんもんな、ぶっちゃけて言うと。でそこから計算してねっていうワンステップは特にいらないので、これは面白いアップデートなんじゃないですか。分かりやすいアップデートになるよね、これ嬉しいね。おまかせ遠征の全面的な回収、栗重視、連撃重視、高難度重視といった想定されるシチュエーションを選択することで、現在の自分の所持装備の中で最適遠征を理想的に組むことができるおまかせ技能の実装を予定しております。これらの調整のうち、武器スキルの効果量の可視化およびおまかせ遠征の全面的な回収につきましては、規模の大きなアップデートとなり、実装までお時間をいただくことになる見込みです。詳しくは続報をお待ちくださいということで、まあまず天使武器入れてもらってまあまず天使武器、アストラルウェポン、終末武器、おまかせ遠征、ここら辺ぶち抜くよね。いらない、いらないから切り捨てるよな。そのあたりちょっと突っ込んだ方がいいんじゃないかなって感じはしましたけどね、俺の記憶が正しければ。グランブルーファンタジーブルース遭遇情報、お、植物戦の袴、雨の幅切り、ドリル、ブルースフィア、プレミアムバトルパス、 GBF ブリッツ、うん、でそんな感じかな。グランブルファンタジーセブンスアニバーサリーフェアインアニメイト、アニメイト大阪の、あ、天王寺店があるね。天王寺京都立川、はいはいはい、はい、俺も久々に行ってみようかな、グラブルのなんかキャンペーンがやってるやつ。なんかコラボカフェあったよね、なんかグラブルのコラボカフェをちょっと常設しますみたいなことを、ちょっと秋葉と大阪に、梅田と秋葉原に置く予定ですみたいなこと言ってた気がするんで、ちょっとそこら辺も久々に行ってみたいななんていうふうに思いました。まあこんな感じですかね、これからのグランブルファンタジーは。今月はエイプリルフールのコラボイベントから始まり、さまざまなイベントを開催予定です。ビストロフェードラッヘの復刻開催、トリプルゼロ、どうしてそれは多いのか、パート3のサイドストーリーか、限界超越のさらなる段階の解放など、最近グラブルを始めた方、長くプレイを続けてくださっている方、全ての皆様にお楽しみいただけるよう準備を行っております。8年目も運営一同全力を尽くしてまいりますので、今後ともグラブルファンタジーをよろしくお願いいたします、ということでね。まあ個人的にはちょっと嘘であってほしかったなと思ったのは船ですよ。まあこれはやっぱ長く言ってるから、俺はまああのぶっちゃけさ、これがどういう差を生み出してるのかっていうのは分かんないと思うんですけど、まあやっぱ船ロがあるからダメージはこんぐらいとか、まあそういう木さんが古戦場のお肉集めとかでも立ってたし、まあ古戦場の肉集め編成とか考えてたら、どうしてもこう船とロを変えてほしいな、この時だけはみたいなのがあったんで、やっぱ船ロをいつか、うん、統一してほしいなっていうふうに思いはしてるんで、まあちょっとこれは正直マジで頼みますわってところではあったんですが、まあ限界超越が楽しみかな。まあかなりゆっくりになりそうですね、アイテムがストッパー、明らかなストッパーとして壁礼の証っていうのを10個用意するっていうのは確定になりましたので、少なくとも来年じゃないと10人をレベル150にするのは、ならなさそう。そう10人を限界超越レベル150にするためにはね、来年にはなりそうだよねっていう話なんですけれども、うん、まあそのあたりでも正直個人的にはシスの限界超越はダメ上限が上がるから、まずこれが嬉しみを感じている、嬉しみ不可視なんですけれども、うん、まあそこら辺とかやっぱキャラが強くなるっていうのは楽しみですよね。限界超越は現状レベル110までかなになってるんだけど、まあここからアビリティの調整とかも組み込まれてきて、多分めちゃくちゃ強くなっていくと思うんだよな。だからちょっとそこら辺にも期待したいなと個人的に思いつつ、他の部分で言うとそうだね、ソシエの限界最終上限解放がまあちょっとどんな感じになるのかなっていうのっていうのは、まあ古戦場中だけあって気になるかな。めちゃくちゃ今しゃっくりが止まらないんですけれども、うん、そんな感じでございました。まあ、これからのグランブルーファンタジーはね、結構でも上級者向けのアップデートが今回は多いかな、うん、まあこれぐらい、昔はねなんか初心者向けのアップデートゴリゴリみたいな、なんかそんな感じのが多かったんですけど、もう今月は結構黄金の騎士とか限界超越とか、まあ、そこら辺で、俺が楽しめる部分も多いかなっていうような感じでございました。そんな感じでね、これからのグランブルファンタジー見ていく動画でございました。まあとりあえずボボ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 育成しておきたいと思います。じゃあね、バイバイ。